どうもー、かげやんです。今日もね、今日は休日なんで、家族の負担を減らすためにですね、晩ご飯の料理を作っていくんですけども、作っていきたいと思います。今日はですね、まずは、いつものように、酢豚ですね、酢豚を作っています。中華名菜の酢豚ですね、酢豚を作っていきますということですね。で、まず玉ねぎを切っていくという感じになるんですけども、この玉ねぎはですね、ご近所さんにね、ご近所さんがあれです、野菜を栽培っていうか、その作ってはるんですよね。で、作ってはるやつをこうくれはるんですね。ものすごいありがたい。ほんで美味しいんですよね。で、それを作ったやつを僕らにちょっとこう分けてくれはるということですね。で、これに関してはですね、僕の親父ですね。親父のその人徳というか、その親父の人間関係というかね、その近所の付き合いということで、くれてるんかなというふうに思います。で、親父のおかげで、ご近所さんのお隣さんから、野菜をいただいてですね。で、それを料理すると。この玉ねぎが美味しいんですよね。玉ねぎって美味しいですよね。ちょっと今、焼酎のウーロン割りを僕は飲みながらこれ喋ってるんですけども、ウーロン割りを飲みたいと思います。ほんでね、あれです。バーボンのロックを、が残ってるんでね、飲みますね。うまいですね。今日はね、今のところね、何ですか、ハイボールですね。ルアーズで作ったハイボールを2杯飲んで、何ですか、ウーロンハイというか、ウーロンの、焼酎割りを一杯目飲んでる途中ですね。で、その他に、バーボン、のロックと、デュアーズのそのスコッチのね、ストレートを飲んでるというところになりますね。ちょっと今飲んでましたということで、これうまいというところですね。今これちょっと登場人物僕がいないんですけども、なんか作ってる状態ですね。お酒を作ってると。ほんでこれですね、ハイボールを作って、これ2杯目のハイボールを、飲みながら、料理をしてるという感じですね。だからここでのそのなんていうんですか、料理を作るそのストレスみたいなのも全くないですね。お酒を飲んでるんで、なんかこう、ふわふわした感じ。ふわふわまでいかないですけど、まあまあ、その無の状態で料理を作ってるという感じですね。で、玉ねぎを炒めてるというところになりますね。まあまあ、なんちゅうですか、その、ストレスなく、料理ができるっていうのは、これは、もう、お酒のおかげというか、休日の、その、2日間の僕のチートデイのね、2日目のね、お酒によってですね、料理ができてる。これ、シラフやとね、なかなかちょっとストレスかかるかな、というふうに思うんでね、よく、以前なんか、キッチンドランカーとか、こういうのがあったじゃないですか。で、それはあまり、毎回、その、料理のたびに、その、主婦の方がね、お酒を飲むっていうのはね、あまり、その、体にとってはいいことではないとは思うんですけども、その、気持ちはわからんではないかなと。その、料理っていうのは、なかなかこう、どういうんですか、この僕が作ってる料理いうのはもうほとんど料理とは言えない。野菜を切って炒めて、で、ほとんど味のついたもんをこう炒めるだけなんで、料理というほどのレベルではない。ほとんど、その、どういうんですか、その、
10段階でいう1にも行ってないような料理のレベルのものなんですけども、それでもね、こういう作業をするっていうのはなかなかちょっと負担がかかる感じもあるんでね、それをこう、その気持ちを和らげるためにお酒を飲むっていう、その気持ちっていうのは、わからんではないかなというふうに思いますね。うん、僕はこれは週1回ね、休日の夜だけ作ってるだけなんで、ね、これを毎日してる、その、母親というか、その、主婦の方っていうのはやっぱ大変やな。それも休みなくやらなあかんでしょ。その、じゃあ、2日間はええぜと。そういうふうになってたらいいですけども、そうじゃないじゃないですか。毎日朝、昼、朝、まあ昼はまあ、いないとしてね、旦那さんがいなかったりとか、子供がいなかったりしたとしてるので、ね、朝晩と作らなあかん。それももう休みなく作らなあかんってなると、これはなかなかのストレスかなというふうに思いますね。この、料理が好きで、こう、いろいろこうやることが好きやったら別ですけども、なかなか大変かなと思いますね。うん、だからね、その旦那さんちゅうのはですね、一週間に一回ぐらいは料理をすると。それも晩ご飯だけでもいいですね。料理をするっていうことをすると、すごくその奥さんの助けになるんじゃないかな、というふうに思いますね。うん、その気持ちが嬉しいっていうこともありますし、実際、そのやらんでいいっていうその気持ちの、この解放感っていうのもあると思いますんで、ぜひ、こう結婚されてる方はですね、一週間に一回ぐらい作ってみるのもいいんじゃないかなと。で、こういう僕がやってるような、この中華名菜みたいな、こう、もうほとんど料理せんでいいような状態で、それでそれなりのクオリティがあるようなね、料理ができるんでね、やってみればいいんじゃないかなというふうに思いますね。うん、と思いますよ。そのためにこういうのがあると思うんでね。やっぱり、家族っていうのはね、こう、どういうんですか、この、ちょっとでも、こう、助けるというか、その、身近なんです。当たり前やと思うんですけど、ちょっと、こう、感謝を、こう、伝えるという形にするというか、行動で示すっていうのも、大事なんじゃないかなと思いますね。そのためにこういうものを使ってやったら、それだけで楽になるんであれば、やるべきって言ったらちょっとあれですけど、やってもいいんちゃうかなって思ったりしますね。うん、で、まあ、味もね、そんな悪ない。産まない言う人もいますけども、産まなかったら別にやらんでいいから、いろんなもんあるんでね、いろんなものを作ってみて、で、美味しいと思うものを見つけていくっていう作業も面白いと思いますし、やってみたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。うん、ということで、だいぶ、出来上がってきてるかなというふうに思います。これが、酢豚ですね。酢豚が出来上がったという状態ですね。これ酢豚に関してはね、毎週必須で、これは親父がね、むちゃくちゃ好きなんで、作ってるというところですね。うん、これが完成の酢豚ということになります。次はこれは、豚味噌、キャベツ炒めということで、初めて、買った、商品になります。で、どういう感じかなという感じで、作っていくんですけども、作った後のね、感想をいただいたんですけども、なかなか美味しいんちゃうかと、まあ別にいいよという感じですね。そんなにこってりしてないし、ということで。で、これね、その説明書きというところに、キャベツを4分の1を使ってくださいということやったんですけど、それ4分の1やとちょっと少ないんで、僕は2分の1しました。だからちょっと味が薄いかなと思ったんですけど、全然大丈夫やと。いうことやったんで、2分の1でもいいんかなというふうに、今は思ってますね。うん、だからちょっと多めにキャベツもほとんどキャベツになるんですけども、2分の1ぐらい使っても
ボリュームがあっていいんじゃないかなというふうに思ってますね。この間はですね、この間が空くときっていうのはね、僕がお酒を飲んでるというふうになります。いうふうになりますけど、まだお酒を飲んでるからこう喋ってないという状態になっております。そういうふうに理解していただければいいかなというふうに思います。うん、まあまあ、なんちゅうですか、やっぱり新しいものを、買って、試していって、家族の反応を見ると。で、まあまあ、反応が良かったら、続けるというか、まあまあ、新しいものはまず試していって、その中からこう、いろいろ選んでいくっていう形をとっていきたいかなと。だから、今日も行って、これは新しい、その、豚味噌キャベツ炒めっていう、この、伊藤ハムから出たね、やつがあったんで、使ってみましたし。で、以前あったやつが今日はなかったりとか、そのスーパーが一週間でいろいろ変わってるんですよね。スーパーっていうか、その、僕が言ってるのがコスモスなんですね。安いところです。安いで有名というか、コスモスいいお店ですね。僕の近所のね、コスモスの店員さんはね、すごくこう、なんちゅうですか、ものすごい愛想がいいというか、こんなに、安い、ものを買わせていただいて、さらにレジでこんだけ、その、愛想よくやっていただけるっていうのは、すごくありがたい。だからコスモスに関してはね、応援したいということでですね、僕も、こう、売り上げ上げて、稼ぐことができたら、株を買って、その、貢献したいな、というふうに思ってます。コスモスに関しては、株を買おうかなと。まだ全然そんな株を買うとこまでいかないんですけども、株を買える、自分が状態になったら、コスモスの株は買おうというふうに思ってます。それぐらい、コスモスに関しては、ありがたいという気持ちがありますね。うん、ただのスーパーというよりは、ありがたいという気持ちがありますね。楽しみでもありますね。そのコスモス一週間に一回、買い物に行くのも楽しみ、自粛というか解除は、緊急事態宣言の解除はされましたけども、やっぱりそんなに、自由に動き回る感じでもないんでね、買い物も一つの、気分転換になりますんで、それがコスモスであるという感じですね。今はバーボンですね。アーリータイムズのバーボンのロックを、飲ませていただきました。アーリータイムズは、それ微妙、まあ、ぼちぼちかな。味に関してはね。それよりもストレートのデュアーズホワイトラベルの方がうまい感じがしますね。そういう印象を受けております。で、玉ねぎをね、これ4分の1じゃなくて2分の1炒めてますんで、結構、その時間かけて僕は炒めましたね。で、しなっとなるまではちょっと時間かかったかな。説明書きでは2分半とか言ってたんですけど、もっともっと、時間をかけて、炒めてるという状態ですね。今お酒飲んでますね。このお酒がね、やっぱうまいというか、作業をこう作業する気持ちを楽にしてるという感じですね。焼酎のウーロン割りはもうどっちかというともう水ぐらいのレベルで薄く感じますね。でストレートを飲むともう気持ち良くなっちゃうというところになりますね。今日はいい感じで、ちょっとストレート、デュアーズホワイトラベルのストレートを飲みます。やっぱうまいですね。デュアーズは。これはストレートでもうまいですよと、ウイスキーに詳しいお客さんにね、教えていただいてやったんですけど、やっぱうまい。
これアーリータイムズのストレートよりもデュアーズホワイトラベルのストレートの方がうまいですね、うん、そのお客さんのそのウイスキーの言葉っていうのは僕むちゃくちゃ信頼してますね。その通りやって思うことしかなかったですね、今までね、うん、だからすごいですね。若干30歳という若さで、その深さ、その理解の深さっていうのがすごいかなというふうに思ってます。で、最近毎週来ていただいてるんですごくありがたい、お客さんとしてもありがたいし、話を聞くことも、ものすごくこう、僕は嬉しい、うん。っていうところがありますね。まだ、キャベツを炒めてるというところで、長いこと炒めてますね。まあまあ、これぐらいは、これぐらいの料理ってね、料理って言わないと思うんですけど、その料理ほんまにしてる人の。あれから言ったらね、僕どちろうと飯って言うてますけど、こんな料理になってません。もっとね、いろんな料理に挑戦していくレベルになればいいんですけど、そこまで別に頭使いたないなみたいな、そういうのが実際ありますね。うん、そこまでええかという感じになってるかなというところではあります。でもまあこれはある程度続けていこうという気持ちはありますね、うん、まあまあまあ、まあでもこんな料理でもね、家族は喜んでるんで、まあその喜んでもらえれば別にいいかなと思ってますし、うん、まあまあ、料理っていうのは喜ばすためにこうやるもんやと思うんですね。もう、一人で自分のために作る料理も自分を喜ばすためにやるものですし、その、一手間がよりその喜びにつながるっていうことですね、料理っていうのはね。まあ僕、この一手間は何もないですけど、ということで出来上がりましたね。ということで完成ということですね。豚味噌キャベツ炒めという初の、料理です。料理というかその料を作っていきました。ということで以上となります。ありがとうございます。